一口駅名解説へようこそ。今回は、西部国分寺線の、恋学母駅の名前の由来について解説していくよ。恋学母の由来には諸説あるけど、ここではある悲しい伝説を紹介するよ。鎌倉時代、この辺りの宿場町に、美女として評判の遊女がいて、その名を浅妻太夫と言ったよ。この浅妻太夫に一目惚れし、足しげく通った一人の武士がいたんだ。この武士は、畠山重忠と言ったよ。重忠と浅妻は恋に落ちたよ。ところが、重忠の主君であった源義経が、平家を追討するために挙兵し、重忠も別れを惜しみつつ、西国に向かうことになったよ。浅妻は重忠が帰ってくるまで、他の男には一切なびかなかったよ。その時、浅妻に一方的な恋心を寄せるある男が嫉妬を覚え、重忠は討ち死にした、という嘘を流したんだ。浅妻はこの嘘を信じて絶望し、悲しみの中で自殺してしまったよ。重忠が戦から戻ってきた時には、すでに浅妻は墓の下で眠っていて、重忠は深く悲しみ、泣き続けたんだ。その泣き声が響き渡り、いつしかこの伝説から、恋学母、という名前になったそうな。一口駅名解説、今回はこれで終点だよ。次の駅もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。